映画が大好きな私が過去に見た作品を記憶にある限り大体な感じで紹介します。ネタバレ、うろ覚え、設定間違い、適当な説明、ざっくり感などを含みます。キャラクターの名前なんて覚えちゃいません。あらかじめご了承ください。苦情は受け付けない。スキーを楽しみにヘリコプターで雪山にやってきた若者たち。遠くから見ても明らかに氷に亀裂が入っていて危険だぞ。明らかに危険だったのに一人残らず亀裂に落ちてしまったぞ。ちゃんと危険は確認しましょう。いてて足が折れちゃうヒロイン。若者たちは亀裂の中にあるものを発見する。デモンズ5。1989年のデモンズの名を冠する映画。監督は元祖デモンズのランベルト・バーバー。そして出演にはアルジェントの弟子ミケーレ・ソワビー。もはやアルジェント監督関係ないけど、監督や出演者がデモンズっぽいので、無理やりにデモンズの5作目という無茶なタイトルをつけられた作品。そもそも制作はどうやらデモンズ3より前の89年らしい。そしてそもそもマリオ・バーバー監督の血塗られた墓標のリメイクらしい。ちなみにマリオ・バーバーさんはランベルト・バーバーさんのお父さん。父の傑作古典ホラー映画をリメイクしたバーバー一族の由緒ある作品かも。でもランベルト・バーバーさんはデモンズで有名だからデモンズ5にされてしまったぞ。ただこちらの息子さんのリメイクはあまり評判がよろしくなかったようだ。私は血塗られた墓標は未視聴なので違いはわかりませんがね。スキーをしに来た若者たちが雪山の亀裂に落ちてしまった。落ちた穴の中には謎の仮面をかぶった女性のご遺体があった。そのご遺体は何百年も前に処刑された恐ろしい魔女だったのだ。仮面が出てきたり閉じ込められたり、ややデモンズっぽいのかなと思いきや、若者たちは緑のゲロをぶちまけることもなく、ただただバカになっていく。グロテスクなシーンもほとんどなく、理解の難しいシーンがダラダラ続く印象。とっても可愛らしいヒロインの名前がサビーナというのですが、雪山でサビーナー、サビーナーと言って走り回る主人公は日本人として結構笑っちゃう。それでは犬の活躍を期待したけれどそうでもなかったネタバレ。亀裂の中で怪しげな仮面を発見した若者たち、ちょっとだけデモンズっぽいですね。結構な事故だったけど仮面を見つけてはしゃいじゃう若者たち。明らかに仮面の下から出てきたご遺体があるぞ。はしゃいでねえで気づけし。仮面の下のご遺体を目撃し、なんだか幻覚を見るヒロイン。突然地震が起きたぞ。仲間が一人死んだっぽいけど奥へ避難だ。亀裂の奥で教会のような建物を発見する一同。なぜか骨折してた足がすっかり良くなるヒロイン。教会の中を通って廃墟のような村に出てきた一同。要するに外には出れたってことね。廃墟のような村に唯一住んでる司教様の家でお世話になることに。お世話になるのにめちゃくちゃ態度の悪い若者たち。事故起こしたし仲間も死んでんだからちゃんとしなさい。司教様の回想で昔この村で魔女を処刑したことがわかる。もともとバカだったけどさらにバカをこじらせてゆく若者たち。司教様の話だと亀裂の中で魔女を蘇らせたからああなったらしい。いよいよ魔女が原因のバカさに拍車がかかっていく若者たち。バカになった若者たちにわりかし容赦のない司教様。私はここいらでだいぶ爆笑。ついに私の出番だねと氷の中に不気味な声が響く。でもやってきたのはさっき死んだっぽい人。バカになった若者たちに床に引きずり込まれる司教様。何されてるんだかよくわからないし、どう見ても変なのいるし。主人公はヒロインを連れてバカ者たちから逃げるぞ。サビーナー、寒いなぁ。確かに寒そうではあるな。何の脈略もなくエロいことしようとしてくるヒロインは明らかに変だ。その後ヒロインが主人公となんとかエロいことしようとするくだりが結構ダラダラとありまして、ついにその姿を表す氷漬けだった魔女、下ベロをベロベロベローン。そして物語は万能な霊のお家へ。星3つ終わり。